せーの、恋愛嬉しこんにちは。こんちは。この番組は恋愛作家の店長と、えー。え疑似恋愛の先生。 さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。で、えっと久しぶりの収録に戻ってきて、で最後の収録が8月の6日で、で今日が8月の23。なんですよ実際ね。2週間以上空いてます。収録なんでちょっといろいろとあのブレブレなんですけど、17日ぶりなんですよ。今回久しぶりで。そうですね。でこの空白 にしてた間で、はい、結構ツイッターの反応があってツイッター上であるリスナーさんから、はいまあ、いろいろとちょっとコメントを頂い,いて。はい 我々も一応それに仕事をまあサボりながら、うん、コメントしてるっていう感じで <laughs> まあ17日間一応ちょっと仕事をメインでやってきたんで、うんうん、ちょっとこういう感じで空いてしまったんですけどそれなりに一応開けた分、あのー、クオリティ高めの番組をあの今日準備してます。 自分もそうだねあの正式に言えばコーナーの回答だけは力入れてます、はい、なんですけどであとちょっとあの番組の構成なんですけど、はい、ちょっとやっぱ今の構成曲を2曲挟んで,、うん、で各自曲を1分ずつっていうのをえっと直して、はい、今日ちょっと1曲に。 まあ絞ってですね、はい。少し長めの曲を入れようと思って、うん、これがまあちょっと歩いてるおばあちゃんにアンドランカのラジオよって、<laughs> 曲短いよって何歌ってるかわからんよって言われて、あの聞きにくいよ。<laughs> <laughs> ちょっとそこねちょっとまああの改善していきながら、まあ今日お届けしようかなと思ってます。はい。はい、で一応一分切ったんで、えっと番組の紹介していきます。お願えこの番組は毎週土曜の四時半から五時までの三十分番組です、はい。 実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください、はい、番組の内容としてはリスナー参加型となっておりコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っております、はい、もし時間が余れば空気を読まず店長の恋愛節をだらだらと話しエンディングにバトンを渡していきます、はい、笑いも恋バナもアッパースイングで狙っていきますので皆さんからたくさんのメッセージをお待ちしております、はい えー、メールアドレスは7 9 7 f m g u i ン o ット c o m まで送ってちょうだい、えー、それではじゃあ CM ですお母さんの幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療をアイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します 沖縄にハーレーーレカフェがオープンおいしいスイーツを食べるならハーレーカフェツーリングの休憩所にハーレーカフェハーレー見るならハーレーカフェ沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場今すぐハーレーカフェゴー ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピング、カフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ乃湾の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通りステンマグーから伊佐交差点へとつながる坂道ギノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てね続いてはメインコーナー恋の妄想ちょっ とオープニング固くて <laughs> あの久しぶりだから緊張もあるんですよね。毎日品出しばっかりやってるから <laughs> さすがにちょっとね喋るってなるとね。で、えー、っとじゃ早速一応コーナーの、はいえー、説明していくんですけど、はいえー、このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として我々二人がお題に対して答えていきます。はいうん、その後答えたたた内容を石坂さんんにに選んでもらい良かかった点悪かった点点悪 ついて議論し、恋愛節へ出世してもらうコーナーです。はい、ただし、このコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。はい、ここコメントしてよ。し <laughs> <laughs> てよ。この世界もだね。<laughs> ああここ応援してよ。<laughs> なんて言えばいいの。<laughs> あの、あれや、頭文字でもいいよ。 じゃあい,い,ああいいで。あいいで。はいじゃあ行こうね <laughs> で。なので、えー、たくさんのラブメールを <laughs> ラブメールのちょっとそっちょっと今入りするから待つんですよ。<laughs> やっとリラックスしてきたんじゃないですかああね。<laughs> ラブメールの送信をお待ちしております。<laughs> はい、でラブメールの書き方を説明するんですけど。<laughs> はい、ちょっとまあ今日なんかいろいろとあのなんていうんですかね。うん、あのー。 何て言えばいいかなあまあ一応、えーねうん、あれなんですけど、はい、評価の部分はちょっといろいろ理由がありまして、はい、自分の方があ、まあ、店長の方が読んでいきます。はいはい、で、えー、っと書き方は我々が答えた内容に評価すするだけです、はい、評価は3段階評価となっており、はい、丸三角、バ×の評価でお願いします。はい で、本来ならここで石坂さんにお願いするんですけど、えっと、先生が言いますか、キュンキュンするって。ああ、可愛い感じで言って。わかりました。あの、頭文字でもいいよ。いや、けいでしょう。ちょっと脱線したけど、先生、じゃ、いきましょうね。じゃ、丸の評価。キュンキュンする。可愛くないな。全然可愛くないな。三角の評価。 まあ悪くないかな渋谷今度はな渋 <laughs> <laughs> の評価ダメやまあそんな感じなあのニュアンスでちょっと評価つけてもらえれば <laughs> あのいいんで,、はい、でまあこのラブメールをえーっと店長と先生にそれぞれ丸三角の評価をつけてえ送信していただきたいんですけど、はい、でまあ送信したらえっと数が増えればですね、はい、ちょっと我々もプレゼントを早く自腹で買いたいっていうのがあるんで。 なくなるってちょっとお金使ってでもいいから <laughs> あの聞いてくれる人を少しでも増やしたいっていうのが一番狙いなんですけど、まあ、それでちょっとメールの方をまあ評価つけて送っていただきたいなっていう、はいうん、でまあそれで集計がある程度取れるようになれば、はい、え勝敗を実際決めてで、うん、どちらかが、えー、3連敗した場合は罰ゲームとして我々が自腹でプレゼントを準備します。はい、で準備ししたたプレゼントは3連敗した次の週に えー、サッカー部が過去の放送により問題を出すので答えを書いてラブメールの送信をお願いしますって、はいまあ、今手元に持っている資料はそうなってるんですけど <laughs>、はい、実際のところこんだけ期間空いたんで、はい、ちょっと自分も考えてきたんですけど、はい、我々のセンスのないセリフとリスナーさんが我々のプレゼントを欲しいっていう方と直接対決して。 ああ回答のセリフで回答のセリフで、はい、をえっと直接対決して石坂さんにこの三つの中からどれを選んでもらえるか、はい、でいいですね。うん、もうこんなにあのセンスない二人に勝つのは、まあ負けないと思うけど、メンツったても勝てるはずなんで、まあその方がなんかちょっと番組的にも盛り上がるのかなっていう部分もあって、そうだね面白いね。そこをちょっと後々やっていこうと思うんで、はい。 正しい廃止寸前なんでメールくださいねお願いしますそこらへんはよろしくお願いしますもうコーナー終わりそうなのもう終わりそうですネタはあるけどコーナー配信しようかなってちょっと検討してるんでそこらへんちょっとお願いしますでえっと今週のお題なんですけど先週がえっとレストランででプレゼントを渡して彼女に喜んでもらってで会計の時にえっと彼女に出させないセリフをい た後でえー、っと今週にまたぐんですけど、はいえー、お題読んでいきましょうね。2>, はいえー、2人は居酒屋を出て。 すいませんこれ居酒屋じゃなくてすいません自分のちょっと書き間違いですねレストランを出て、ね、夜景が綺麗なバーへ移動しました <laughs> 1か月記念のレストランそう,うん、うん、おしゃれなレストランって自分で書いといて、はい、で次のやつでは居酒屋って書いてるから、ね、<laughs> どこに行ったのっていう話よねちょっと脱線したんだけど 2>, <laughs>、はい、と2人は、えー、レストランを出て夜景の綺麗なバーへ移動しました、はい、バーへ着くと2人はカウンターで並んで座りました、はい いつもは人の半分ぐらいの距離を空けて座るのですが、はい、なぜかこの日は肩が当たるぐらい密接してくれる彼女の行動に幸せを感じていました<ー>いつの間にかバーも閉店となり時間を見ると朝方でした、はい、いつもならこの後は彼女を返すのですが今日は彼女を返したくないと思った僕は家へ誘うことにしました、はい、するとやや酔っ払った彼女から一言、はい、大切に思ってくれている気持ちが嬉しかったから今日はもっと一緒にいたいな に対して、えっと我々は彼女に下心を感じないように家に誘うセリフを言ってるんです。彼女に感じさせないように。そう、女性も家に誘うイコール下心ありありだよね。ちょっと警戒するよね。緊張するよね。こいつベッドんのとかね、いろいろ考えると思うんだけど、まあなんかそういう下心が見えないようにさりげなく。 ちょっと臭いセリフを言って、うんはい、あ素直にあの女性が「あじゃあ行こっかな」って思えるようなセリフを考えてきてくださいに対して今回、まああのー、二人とも「まあ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 じゃないかな、ねあのー、前回負けた「花の種」とどっちが考えました。<laughs> こんうんちょっと と微妙時間的には花の種のがかかってるけど<う>今回のはちょっと作るの苦労してるかなまだ完成形じゃないようなぐらい頭の字で言うとけい、ね、今返したらちょっとね今何も考えてなかったけどけい<う>って思ったかなけい <laughs> は何なの意味はだから何も考えてなかっただただけいってっ <laughs> さっきのキュンキュンが頭に入ってから今ちょっと脱線しすぎてからあ,のあれだよねリスナーさんにあれ <laughs> 何話してたかって多分思っ ねええー、っと、はい、じゃあそれでそのまま石坂さんからいつも通り発信していただいて、はい、で店長の方からいきましょうね。今回一応何て言うんですかねいつも臭いんですけど今回自分の方は逆にあっさりとした短文になってるのかな。お<ー>まあその中で勝てるかかどうかは <laughs> 石坂さん次第なんですけど <laughs> なんかプレッシャーかけるな <laughs> <laughs> まあでもあのー、がっつり思いを込めてみました短い文章の中に、はい、じゃあ石坂さんじゃあお願いしてもよろしいですかえ大切に思ってくれている気持ちが嬉しかったから今日はもっと一緒にいたいなありがとう俺も同じことを考えていたよ誰よりも君のことを思っているのはこの先もずっと俺だから その素敵な笑顔のままでずっとそばにいてくれないかなあ、この後なんだけどうち来ればです <laughs> <laughs> あちょめっちゃ恥ずかしいんだけどなんかキャラに合ってない感じがすんなキャラに合ってない今俺の顔見てキャラに合ってないなって思った <laughs> でしょでもあのー、これの <laughs> あのー、メインの部分って <laughs>、うん、えっとちょっと戻るんだけど、はい、誰よりも君のことを思っているのは、はい、この先もずっと 俺だからに今回キュンキュンワードとして一番メインゼリフそれを生かすためにえっとこの文章構成で作ってで最後なんかこのつながりが悪いから「うちに来れば」は一応決めていて最初から「うちに来れば」は委ねているやつで逆に「うちに来てよ」じゃなくてあの否定もできるよ っていう意味で、<ー>彼女に行くか行かないかを委ねるために、うち、ん、に来れば。を、言葉をチョイスしたんですよね。なんかあれだな。なんか難しいじゃ難しいような。今の文章の流れからいくと、<laughs> さりげなく、最後、うん、あのー、うちに来ればで、ね、誘ってるから。うん、なんだろう、がっつり、じゃ、お家に来てっていう、誘うだ、ね。 ストーリーリじゃないんだよね<ー>文章構成があいこっかなってちょっと言いやすいような流れを作って,るってとそうそうそうさりげなく最後にその言葉を言って<ー>警戒されない、まあ、警戒されないって言うとおかしいんだけどうん、うん、下心を感じさせないっていうのをイメージして確かに <laughs> 流れれとしてはあれだね、うん、今回文章を作ってみました。うんうん で、なんか、今日、今回、え、一応、まあ、この一番キュンとするワードを思いっきり考えたんで。それ以外の補足はありません <laughs>。今日は、逆に、あの、このキュンとするワードを、綺麗に文章に詰めてきたつもりなんで。これ以上見苦しいことはしません。あ、何その感じ。俺、今回もめっちゃ長いから、なんかあれだな <laughs>。で、じゃ、えっと、次は、先生の方から。 そうですね。自分が行きましょうね。うん。うん、できてるんですけど。はい。はい。ああで行きますか。渡しましょうね。ああ、はい。じゃあ中継つなぎましょうね。<laughs> はい。お願いします。大,大切に大切。すいません。なんか変な空気が漂ってますね。<laughs> すいません。<laughs> はい。お願いします。 <笑><笑>いいですよゆっくりでいいですよはい、はい、もう自分が喋りますんで全然大丈夫ですよ、はいはい、じゃあいきますはいお願いします大切に思ってくれている気持ちが嬉しかったから今日はもっと一緒にいたいなこんなに喜んでくれたら自分も嬉しいよ実は石坂さんにもう一つ渡したいものがあるんだこれは自分の家の家なんだけど 自分がまっすなにまっすぐ愛してるのは石坂さんだけっていう証として持っててほしい。自分も今日はまだ一緒にいたいからよければこれからこの合鍵の部屋で少し飲み直さないで終わりです。<laughs> これ自分も合鍵を、はい <laughs> 思ってて、うん、で、合鍵で実際文章を作ってるんですよ、はい、今回かぶ<ー> <laughs> ってたね危ないねかぶってたんだけど <laughs> でも、うん、あえてこれを回避したのは、うん、なんかちょっと と重たいからだからな一ヶ月にしてはなっていうのはあるようなだからそれでも逆を言えばだかこれ重たいなって自分で自分の補足ですよねすいません普通に俺もそうだなとかって言って喋ってたけどじゃ今もうリラックスしてるんだよ余仕事終わったからいいかなみたいなもう本番終わってるから寝ちゃねはいすみませんどうぞはいはいいいですよはいま補足つってもあれだなで一応今回のは一応もう結構 まあ最初にも言ったけど。あ、すみません、ちょっとテーマを先に言ってもらいます。あ、テーマあるんですよね。テーマ合鍵なんですけど、またそのままですよ。合鍵の愛が、愛情の愛なんですよ。おお。あ、ここをこうした、なかなかあれじゃない。かかってるんじゃない。これ岩佐の方が良かったね逆にな。なんか評価が上がりそうだね。石坂さんの中でのね、逆に呼んでもらおうかなじゃ。はい、じゃ、脱線したんで、はい、どうぞ。はい、補足。 やっぱ女性が誘われてやっぱ一瞬打ってちょっと気構えるっていうか、うん、やっぱ簡単に男の人の一人暮らしの家に行きにくいさはねちょっと怖いっていうか緊張感もあるはずだから、うん、ただで、まあ、自分はこれぐらい本当に、まあ、家の鍵を渡すわけだから全部をあなたにさらけ出してるから安心して自分に任せて大丈夫だよっていう意思表示っていう意味で、うんうん、だから安心していいよって言う で一緒に行こうって言ってる感じかな。臓器移植みたいな感じです。石表示って言いますね。臓器移植も。あれそうなの？あちょっと石表示かと。今なんか難しく見てわからない。ちょっとあのこれ喋ろうか迷ったんですけど。今事故かなと。そうだ事故にしとこうね。あで、はいはい。で、うん。 まあそれぐらいかならいこだったところは。合鍵ねね、うん、本当になんか、うん、でも逆に一番の自分、まあ、男側のもう信頼まあどこも逃げも隠れもできないさね、うん、鍵を渡してるってことは、うん、だからそれぐらい、まあ、今後ねもし一緒に今日一晩過ごすってなったとしても自分はそれぐらいの気持ちであなたを思っているから。 安心しててくださいいっう意味でまあまあでも浮気するんだったら別にラボ行けばいいからね家の中に入れなければいいだけの話だけどそういう日にくれた意見を言われるともう何とも言えないんだけどいやいやあのだからでも突っ込めるような話そういう浮気とかだけじゃなくてあのまあまあないろんな意味でねそうもしかしたら女の人が泥棒だったら通帳盗まれるかもしれないさでも大した額入ってないですよ盗まれてもいいぐらい自分は信頼してるよっていうまあなそうだねいいろんな思がこの はいろんな形で受け手側は受け止めきれるからって重いかなって1か月だろみたいなでもなんか俺もちょっとばあちゃんに話聞いたらあんたがやったのちょっと重くないかって言われたから今回はちょっとじゃあわかりましたってもうちょっと経ってから合鍵を渡した方がいいんじゃないのってばあちゃんに相談してるのばあちゃんにちゃんに相談した恥ずかしくてちゃん嫌だやっぱ世代を飛び越えてねばあちゃんだったらねばあちゃんの方がいいのかなと思ってばあちゃんに しんそな感じです、ね、じゃあえー、っと久、うん、坂さん今のちょっとあの、うん、どうでもいい会話の中で <laughs> 多分あのそれぞれアピールしたはずなんですよ、うん、今の回答に対して、うん、でまあその中で、えっと、選んでほしいんですけどゆっくりでいいですよあの評価を急いであの適当に「リスナー」とかって言われたらえっって思うから、うん、いやいや読, <laughs> 読まなくていいよ。<笑><笑><笑> で一応評価が決まればあの合図してもらえますか。はい、であなったよ <laughs> <laughs> あいやいや全然全然鳴らしてあのこれをちゃんと15分以上喋れるっていうのはこのコーナーが盛り上がってるってことだからね、はい、いいと思います。はい、いいですよ、はい、でどんなですすすよどんんな大丈夫,大丈夫ですか、はい、さん ど,どっちでもいやまだ綺麗にあに固まってなければ自分ロングバケーションの話しても大丈夫ですけど <laughs> 大丈夫ですか <laughs> <laughs> じゃあいエンディングって言ってそのまま終わろうかなみたいなね <laughs> それでもいいかなって思うんで、はい、大丈夫です大丈夫ですか、はい、じゃあえっ、ー、といつも,通るいつもどうドラムロールを頭の中に <laughs> いろいろ混ざってたねじゃあドラムロールを発信してダカダカダカタダダンっていうのを。 今日ははい先生俺もう全部今のところ三連敗だよ三連敗かちょっと効果を鳴らしましょうねこれ俺バーチャン恨むな俺も相手みたいな怒っじゃあ待ってくださいちょっとまた集計さないで今回はめっちゃ悩みました確かに 一、はい、年、あ、一か月で、うん、合鍵は早いなって思いつつ。でも、あの店長の、あの最後の <laughs>。あの、じゃ、うち。<laughs> <laughs> あのチョイスだめ。<laughs> あ,<れが> <laughs> あ、そう、あれだね。<laughs> あれがちょっとなんか。なん、なんだろう、あの、ちょっと突き放す感じ。あ,<ー>あ、<か>うち。あ<ー>ち。うん たらとかなんか言葉の違いが、ほんのちょっと、これ、実はあれなんですよ、自分、この恋愛関係のドラマ好きで、最後のこのうちコレバーは、やっぱりだな、やっぱなんかドラマっぽい感じだなって思ったけど。 向井治だからこそ、声のトーンと。だからキャラクター違うよね。キャラが違う。でも、でも、なんだろうな、なんか普通にうちに誘うんじゃなくて、ここに一本芸を入れたかったわけさ、俺の中でね。で、何がいいかなってずっと思ってて、で、いろいろ夜中3時くらいまで調べて、したら、あ、あのセリフがあったってたどり着いたのが、 俺んち来ればあちゃんもあれはだよ仏壇に手を合わせて寝てるわ <laughs> <laughs> もう寝てるわ普通に <laughs> あまあでもあそうだな <laughs>、うん、じゃあこれ逆に、うん、えっと最後のうちこればが変わってたら、うん、もしかしたらだったら店長だったかもしれないですねああ これあらならバーチャングラムっていうか俺逆に向かいお相撲裏まんって言って、あ違うか向かいお相撲に罪はないと思いますが、そうだな、<laughs> うん、ワンクッション、ンあこの部分の前にちょっと入れて一言かませればちょっと柔らかく聞こえたかもしれないみたいな。 <laughs> なんかあの話の流れでスムーズに家に行くのにつなぐんじゃなくてスムーズにさらっと誘,え誘うっていうのを意識してたからここの間に文章を入れなかったんだよねあ,えてんなんかあんまりにもここで思いを一旦思いを伝えてそばにいてくれないかなここまでがあの相手に対する思い。 でここにワンクッション入れて家に行くセリフにつないでしまうと、うん、さりげなさを失ってしまうかなと思って、うん、ああさりげなさはあくまで今回キーポイントにしてたか、うん、さりげなさが下心を一番カモフラージュするコツなのかなと思って。 だからでもそれは向井様だったらかっこいいけどねだから、そうなんだよな、あ <laughs> なの感じじゃないもんな、どっからどこをどう見ても正真正銘のおじさんだからな人間、得て増えてってあるんで、今日うはあのばあちゃんにあの泣きながら話すんそこんはちょっと反省会ばあちゃんとしてもらって、俺、でもなんかちょっと打率が落ちすぎて、ち干んとあれなんだよね、自信がなくなりそうなんだよ。いやでででもも今回はすよねあ で,すよね、でも金さんでも負けは負けなんだよね。うん、<laughs> まあでもあれだねあじゃあ、うん、分かりましたえー、っといろいろ時間も過ぎてきたんで、うん、えっと勝者の方から、はいえー、今回はそうですね今回から曲紹介してもらおうかなと思って、うんはい、まあじゃあ曲の紹介してもいいよ ちょっと上から物を言いたかっただけ。まあ本気とすればこんなモンスは。それはエつに伝えてもらえます。今までの流れではエンディングだよね。こかりました。じゃあ先生から曲紹介いきます。ラットウィンプスで2人ごと。 はいそろそろ時間も迫ってきましたので来週のお題を発表します。はいえー、来週のお題は彼女と楽しい一,日、はい、あ一夜を過ごし、はいえー、翌日は夜ままで二人で人楽しししい時間を過ごしました、うん、彼女を、えーうん、家まで送り別れ間際に少し寂しそうな彼女に対して、うん、彼女を明るくするセリフ。 帰り間もうほ,ほぼ2日間一緒にいるようなもんで家に送って、はい、で帰最後降りる、うんまあ、車を、まあ、想定して、うん、車から降りる時に、うん、いつもだったら普通に、うん じゃあまたねーみたいな,な感じだけど、うん、ちょっと寂しそうな感じで、<ー>なんか別れを惜しんで言葉が出ない彼女に対して笑ってもらえるようなセリフ、<laughs> ああ笑顔にできるような、そう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 。 かといって漫才してるって言ってないそういう意味ではないこれはフリですかいいでーとかって延長チって全然面白くないからじゃあけいでーってけいも意味が分からんからそれをちょっといつもは臭いセリフを言ってくださいでやってるんですけど次週はちょっと明るくするようなまあセリフを考えてきてもらって勝負しようっていうね そういう感じです。で、ちょもうちょっとコーナーが盛り上がりすぎて、あんまり時間がないんで、えっとちょこれで締めるんですけど、えっと伊佐さん、え今週もまたありがとうございました。ありがとうございました。で、今週も恋愛作家の店長と、あ、技術恋愛の先生で、いつもです。お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい。あ、なんか言わない？あと14秒残ってるはい。あ、じゃ店長最後に一言。軽で。はい。 じゃあさようなら